江戸期の新た八幡宮の絵図新た八幡宮は、鹿児島県鹿児島市に新た二丁目にある神社。かつての鹿児島の僧儀をとされる。王神天皇、神宮古后、玉より姫命を祀る。従前より、まむしよけに利益があるとされ、社殿下の砂をお守りにする。その他、文教や海運、安産の面で、厚い信仰がある。社殿によればは元年の創始というが、 研究八年の研究図伝長に、大隅忠八万宮五領鹿児島軍新田所と、あることから、平安時代末期に、大隅忠八万宮の荘園である、新田僧が立僧され、その守護神として、道宮を勘定、道宮の文宮として創始されたと見る説もある。元気二年大隅国より続都が、来週死島神社の神宝を奪ったが、 海路に和かに暴風が起こり、船諸とも沈んだという。東急の四方には、東西南北に神流柄を祀る、神流柄ホコラが置かれ、旧新た所時代の境界を示すと考えられ、またその地はかつて神寮であったため、現在は、県立高校、私立中学校、校舎といった公的敷地になっている。以前は、制裁に合わせ、境回りと称する、三越勝ぎが、 祭日を中心とした直近の日曜日にあったが、現在は交通事情等により、境内で御子活儀が行われている。かつては鹿児島の奏者として栄え、やぶさめなどが行われていた。現在も年中行事として、毎年10月23日に聖祭があり、その直近の日曜日にご神功祭が行われる。また、旧暦1月25日前後の日曜日には、 初馬祭りが行われ、鹿児島神宮に奉納された飾り馬が東急に巡回する。宮寺は鹿児島神宮宮寺が兼務。境内のオックスの木は鹿児島市指定保存樹林3月20日指定。ありがとうございます。